こんにちは、サンクスです。今日もファッションビジネスの基礎知識について学んでいきましょう。今回もアパレル業界の専門用語がたくさん出てきますので、しっかり習得してほしいと思います。今回はデジタル時代の生き残り戦略と言っても過言ではないブランディングがテーマです。現在のようなデジタル時代で生き残るためには、新たな時代に合わせた戦略が必要になってきます。今なぜブランディングが重要なのか解説していきます。ブランディングとは、簡単に言えば商品の価値を知ってもらうことです。例えば100の価値があるものでも、その顧客に50しか伝わっていないとします。その時、顧客にとっての商品の価値は50です。ブランディングを行うことで、顧客に100の価値が伝われば、値下げをすることもなく100の値段で購入してもらうことができます。今までの日本のアパレル業界では、価値があるものをその価値以下の値段で売ってしまうということがたくさんありました。そのために必要なのが、価値を伝えるための方法であり、それこそがブランディングなんです。今までのマーケティングだけでは、物やサービスが売れなくなってきます。その理由として、インターネットや SNS の普及が挙げられます。従来のマーケティングでは、物が良ければ売れるという考え方があり、アパレルメーカーが顧客に情報を一方的に発信していました。現在は購入前に情報を入手できるようになり、顧客の物の買い方が変化しました。顧客が物やサービスを購入する前に情報を入手することに対して、アパレルメーカーはデジタル時代になり、以前のように商品情報を発信しても、顧客は大量の情報にうずもれて、顧客の目に留まる機会も減少しているのです。現在では、物が良くてもその価値が伝わらないと売れません。ブランディングは、顧客の好きという価値を作ることで、顧客は良いイメージが蓄積され、そのブランドを買い続けるのです。現在重要なこととして、安く売るのではなく、商品の価値を 100% 知ってもらうことがブランディングのポイントです。また SNS で情報発信を乱発するのでなく、一人一人の顧客に良いイメージを積み重ねるアクションを行い、ブランドを好きになってもらうことにつなげなければいけないと思います。今回はこれでおしまいです。また次回の授業でお会いしましょう。じゃ、また、バイバイ。